はい、ということでございましてですね、早速今夜のゲストを紹介する前にね、メールアドレスの方をですね、皆さんにお伝えしたいなと思います。メールアドレスは 99@shiga.tv でございます。メールアドレスは数字の 99@shiga.tv、あなたからのおメールをお待ちしております。それじゃあね、早速ね、今夜のゲストを紹介しましょう。ゲストはパピプペポロンの皆さんです。イエイ、よろしくお願いします。はい、っていうかですね、もう本当にね、ポロンちゃんパピプペポロンさんがでね、来るとですね、本当にもうおかえりなんてね、言いたくなるようなそんな雰囲気だよね。なんかもう本当にもうファミリーな感じでですね、本当嬉しいですね。パピプペポロンさんといえばですね、当初11人編成ということでございましてですね、はい、今は10人ぐらい、今は9ですね。9人。なるほど。卒業をされた方もいらっしゃるわけですね。そうですね。やっぱりこのね、3月は卒業の時期ということですね。そうですね。はい、それに合わせて。今またでも新入社員というか、新入生が会社ではないです。会社ではないですね。株式会社ポロン。ポロンね。はい。そこ、まあ新入生の方はいらっしゃらないと。今だね、新入生今のところ、うん、はい、でもあの女性ボーカルは健在ということで、そうですね、女性ボーカルは4人バッチリと、バッチリね、たまちゃん、さらちゃん、みおちゃん、とみちゃんと、はい、おお、すごい、やっと名前を覚えたんだけどさまあそんな中からですね、今日はボーカルのみおちゃん、はい、ボーカル代表ということでなんかもうバッチリ喋っちゃうぞってね本当にね、前足をカッカッカッうまかいということでございます。ベースの銀次さん、銀次です、よろしくお願いします。はいはいはい、ドラムのもっちゃん、はい、もっちゃんです、よろしくお願いします。もっちゃんはいいよ、引き出しがねいやー、引き出しがあるんだよね、いつか詰まります本当に時々開かない時あるもんね。ありますね、はい、まあまあ今日はね、いろんな話をね、聞いていこうかなというふうに思います。どうなの、9人になってじゃあ何4人はね、女性ボーカルバッチでしょ、うん、でもーちゃん、銀ちゃんでギターとベース、はい、ベースギターベース、ギター、じゃあギターが何人いたの、あと2人、ギター2人、ああそうか、キーボードやん、キーボードね、キーボードね、キーボードの子がちょっと待てよ、まだ1回しか出てない、1回ですよね。キーボードの子なんていうの、キーボードの子は、あ、さとこさん、さとこちゃんだ、来てくれたんだもんね、前回ね、前回といえば、2月か3月かそこらだったんだっけ、2月ぐらいやったと思います、うん、そうだよね、うん、あの時誰だったっけ、なかなかいい話してくれたんだよな、お、そんな、あの時誰やったっけ、深いい話しはったんですか、うん、誰か、みおちゃんが結構バチッと、あ、みおさん、みおさんが言われた音楽についてを語られたんです、なんて言ったか忘れたでしょ、なんて言ったっけ音楽について、ね、はい、熱意を言ってやりましたね、へー、そう、うん、なかなか、ね、言ってましたね、多分、うん、人の心を動かすような、なんかのみたいな、うん、あ、そうかっこよかったよね、前回のおさらいしたのやっぱでも常にそんな気持ちでね、いや、そうですね、やってるんだよね、はい、うん、もう何回も聞いてるかもわかんないけどさ、もっちゃんはさ、このね、いわゆるパピプペポロンにいて、はい、こんな風にね、自分は盛り上げていきたいとか、はい、そんなことってあるわけよね、はい、言いましたね、うん、前回も言いましたけど、うんうん、まあ、やっぱり今ちょっと前回のおさらいになりますけど、うんうん、その今注目されてるサブカルチャー、うん、アニメとかボーカロイド東方いっぱいありますけど、はい、ね、その中でこうパピプペポロンはですね、うん、そのアニソンを通して、うん、まあ、ステージの上でのエンターテインメントをですね、うん、こう繰り広げて、うん、こう見に来てくださってるお客さんたちにと一緒に、まあ、一体感を楽しんで、はい、そのライブを盛り上げていこうかなと、うん、はい、そういう気持ちで僕たちやってますね。なるほど、真面目なやつですね。ね、そう、真面目ですよね。なんかもう本当に裏ないな。
いやまるとだよね。スタジオ練習中とかひどいですけど、うん、いやその辺はさ、結構今のことの内容なんかはさ、銀ちゃん結構ねやっぱりいろんな方のところで PR されてるもんね。そうですね。ねえ、どうなの銀ちゃん、このアニソンっていうかさ、オタトークそのものは、はい、世界的に見てどうなの。世界的に見てですか、うん、やっぱり日本としてはさ、はい、結構東京なんかも暑いし、はい、大阪も結構暑いし、はい、結構ね最近テレビでもさ、うん、なんかお笑いの人たちがさ、オタトーク、オタフェスとかさ、そういうのアニソンにハマっちゃってね、うん、やっぱりいろんな踊りこうされてる方もいらっしゃるということで、はい、かなりこう何、ファン人口、はい、かなり増えてるよね。そうですね、うん、じわじわこうね、やっぱ僕が学生の時とかって、うん、もうね、この持ってたらもうちょっと あいつなんか持っとるみたいなね、あもうねちょっと、ね、あなかなか風当たりがね強かったんですけど、今もだいぶ、うん、ああそうかそうか、ね、広まってきて、うん、これもローソンのキャンペーンで、うん、お菓子2個買ったらこれファイルもらえるっつって、あらららら、メンバー全員分これ僕ゲットしてきたんですけど、今日は代表したいリンちゃんの、そうかそうか、あそれでか、さっきなんかチョコレートくれて、別に今日ね2月14日でもないし、そうましてやリンちゃんからもらうのもなんかおかしいしちょっとこれ僕ねすごく、うん、なんかこう疑問点がね2,3 個ついてたんだけど、そういうことなんだ、そうなんです、ね、これが答えだったんです、ね、なるほどなるほど、チョコレートを買ってきて、はい、それにくっついてきてたわけ、そうです、ね、なるそうなんだ。じゃあ何、その今からさもう銀ちゃんがそのね小学生だとか中学生の頃言うと、もうね数十年もならないか、いや、ね、いや20年ぐらいなのか、20年はならないか、20年前僕8歳ああそうかそうか、はいはいはい、まあまあそしたら10ね、5年ぐらい前、ね、いうのは割とこうそんなグッズは巷では手に入らなかった、まだちょっとね馴染みがなかったですね、うん、そうですね、ほんまにこう、うん、マイナーというかね、うんうん、まあそう、まだ珍しいもの珍しい持ってたら、うん、なんか持ってはるわ、アニメそのものっていうのは結構人気はあったんじゃないの。そうですね、あでも確かにもうゴールデンタイムですか、うん、その月曜、うん、火曜、水曜、うん、全部もう夜7時といえばもうドラゴンボールみたいな、あワンピースとかありましたね、ワンピースみたいな、みんなテレビにかじりついてたんだ。ですね、ねえ銀ちゃんとこのテレビなんか歯型がついてるぐらいかじりついてた。いやもうね、もうよだれだらけなめてたんですねペロ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 、そんなねもうねアニソンをですねこよなく愛するね、パピッペボロンがですね、はい、今日はね、こんな曲をね聴いてほしいなっていうのを持ってきてくれたんで、のもちゃん、はい、ね、そうですね、1曲まずどんな感じなのかね、これあっちが、うん、ああそうかそうか、うん、うん、それということは何、2曲ぐらいは後で聴かせていただくことはできるわけだ。そうですね、ね、はい、ああそうかそうか、じゃあその曲はさもう少し後で皆さんにお楽しみということでね、まあ後でですね聴かせてもらおうということで、はい、そういえばパピプポロン前回来た時にさ、どっかほら名古屋だとかなんか、そうなんですね、うん、出演するんだって言ってた、どうだったのそれ、あれいつだったっけ、先月、あれ4月の、うん、今月だ、4月の、うん、10、何日、中頃だったね、中頃ですね、中旬、はい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 、はい、中頃に、うん、すごいでかいでかいとこだった、13です、あ13か、うん、大きかった、ホール、まあ、建物自体もすごい古くてすごい趣のある建物なんですけど、うん、はいはいはい、そこで、ね、コスメルっていうコスプレイベントを、うん、はー、なるほど、開催してまして、はいはいはい、コスプレさん、うん、アニメとかのコスプレをそこで、まあ、自由に着て撮影していいですよっていうロケーションを提供するっていう、そういうイベントがありまして、そこのその、名古屋市公会堂の中の、うん、大ホールを使って、大ホールって言えばすごいじゃない、2000人入る、2000人3階席まである、うわーそれすごいね、2000人ったらすごいじゃない、普通だって1000人でもさうわーと思っちゃうんだよね、うん、500人ぐらいだったらちょうどよね、嬉しいかなという感覚もあるけども、そうか、じゃあさ何2000人でさ、まあ、仮にだ、はい、1000人近く入っても、わあ随分空いてるなっていう
でなりますね。なるよね。なりますね。でバンドはどれ何バンドぐらい出たの？その時は僕ら滋賀から一バンドと、名古屋の方から3バンド出てもらいました、ね。ああ、はい、全部で。全部で5バンドと、あと歌い手さんカラオケ音源で歌ってもらったり、弾き語りしてもらったりっていう人も。ああ、なるほどなるほど。じゃあ結構そのライブ自体は、はい、結構長時間。そうですね、5時間、言うて5時間かな。昼から夕方5時ぐらいまで。すごいね、オタとかだってね、本当 体力勝負みたいなのあるもんね。本当にそうですね。そうだよね、だいたいバリハレさんでやってる時も お昼過ぎからね、9時ぐらいまで延々とですね、そうですね、延々とケバブ食べながらこう頑張っちゃうというね。ケバブアリーノみたいなね、そんな感じやね、牛がアリーノ、あーそうかそうか。ところでパピプポロンポロンは何番手で？あ、その名古屋の公会堂は最後、鳥を務めさせていただきました。あ、いいね、鳥行っちゃったんだ。鳥行っちゃいました。おお、どうだったの、そのいつもほらね、ポロンさんのステージってもうお客さんこう一体感がすごいじゃない、ね、そうですね、さすがポロンって感じで。そうなんだ。はい、すいません、自分のバンドで。もう別に誰一人としてボーカルの子がこけちゃうことはなかった。それはなかったですね。今回は誰もこけなかったです、はい、逆に期待はずですよね、はい、ああ、そうだね、何回やってほしいよね。そうですね、みおちゃん何回やんなかった？私何もできなかったです。ちょっとでもさ、見てるとさ、その普段こうやってお話ししてるみおちゃんと全然違うもんね。歌ってる時はね。違いますか？違う、ちゃんちゃんちゃん。うってなる。違うよ、だってすごいもうすごいパワーが出てるから、なんか別人になっちゃうもんね。そうですか。やっぱ楽しいんで。わーいってなりますよね。そう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 。だって、パピピポロンさんにしても皆さんにしてもね、タト君に出演されたの皆さんね、ミニメガモを含めてですね、はい、結局自分たちをめちゃくちゃこう楽しんじゃってるじゃん。そうですね。だからそれを見ているのがまた見る方も嬉しいんだよね。はい。だから一体感あるんで、その時はどうだったの？どんな感じの一体感があったの？どんな感じの？例えばさ、コスプレの人たちがこうね、もう前のステージ近くでわーっと いつも やってんじゃん、はい、あんな感じはどうだった？いやでも、あんな感じでした。一応椅子はあるんですけど、結構前の方にお客さんがーって来てくれはって、声出して手上げたりすごい楽しんでくれはって、初めての場所だし、常連さんも、ほとんどいない場所だったんで、どうなるかちょっと心配だったんですけど、予想以上に楽しんでもらえたので。ああ、そうかそうか、はい、僕たちが普通にわかるコスプレの子なんかもいたの？天空の城ラピュータのハツ、はいはい、とシータがいました。ああ、ジブリの見てない。そういう時ってのはさ、こうゆるキャラみたいなのは来ないの？ゆるキャラ、ゆるキャラ、そう、いたんですよ。いた、あ、ゆるキャラじゃないけど、でもね、ドアラいましたよ。ドアラ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 だ。初めて聞きました。見てないですね、ドアラ。ドアラと、あとスーパーマリオのヨッシー、はい、あと銀魂っていうアニメのエリザベスっていう、なんか、おばきゅうみたいな、おばきゅうみたいな、確かに。あ、みんなそれなりに楽しんでんだね。楽しかったですね。ステージの上でこうヨッシーとか上がってこう踊ってくれてみたいな。僕ら演奏中に来てくれたんですよ。乱入してくれやって、はい、あ、それまたいいね。面白かったですね。やっぱそこあたりがね、はい、こうやっぱりこう乗ってくれるとまた演奏も乗ってくるしね。そうですね、楽しいのこう伝えて、またもらって伝えてもらってがね、いい感じにループしました、ね。ああ、そうかそうか。それなに、パピーバロンのタオルかなんかほら、まあ言ってたじゃん。はい、それはね、みんなこう買ってもらってこうタオルでやってくれたりするの？あ、でもその時はタオル販売はシーンちょっと確保できなくて、販売エリアっていうのを、ああ、なるほど、残念ながら。でも
ステージでアピールステージは、はい、アピールはしてましたけど、私たちをこう振り回したりしてて、あなるほど、お客さんもタオル持ってないんですけど、うん、手上げてもらって、うん、一緒にわーって手振ってもらって、あなるほどね、はい、あそうか、それはちょっと残念だった、うん、もちろんね、安野バリハリさんではみんな持ってんだろうね、いやもうね、ぜひ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 買ってください、まだまだうんありますんで、まだまだ買ってください。なんか前回なんか言ってたじゃん、そのタオルをまず買ったら次からなんか割引があったりだとかね、なんかそんな、それはだめだ、実行委員ポロンとは、うん、ポロンタオルとは別にオタトークフェスタ、うん、今年のオタトークフェスタのタオルっていうのを用意してまして、うん、それをご購入いただくと、うん、それを持ってきてもらったら次回から100円キャッシュバックと、ああそういうことで、あそうだね、はい、確かね、そんな特典もあると、はい、特典付きで、まあ、タオルなどとお話ししてる間にですね、はい、メールをいただいておりますので、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、紹介しましょう、ラジオネーム大王です、おお大王さん、ありがとうございます、徳さん天の声さんお久しぶりですということでございます、はい、そしてポロンメンバーの皆さん、ミュージックボックスご出演おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、パソコン前でユーストリームにかじりついて秀治さんと秀治さん、絶対秀治さんいる、あなるほどなるほど、5月18日のオタトークフェスタも盛り上がること間違いなしということで、まあ、後ほどまたねライブ告知をねしていただくわけでございますね、はい、はい、岐阜のオタトークフェスタの締め切りは今日までなん、今日までなんなんて、あそうなんですね、銀次君宣伝よろしくだぜって、あわかりました。業務連絡です。業務連絡。そうなんです。オタトークフェスタずっと滋賀でねやってたんですけど、うん、ついに、まあ、県外進出と、はいはい、いうことで、うん、岐阜6月1日、6月1日、はい、はい、岐阜エムズホールというライブハウスで開催します。うんうん、はいはい、ああそうなんだ。うん、それに出演者を募集してたのが、ね、今日締め切り。はい、今日が締め切りなので、あ今日の夜12時までは。ね、はい、うん、オタトークフェスのホームページの方に、そうですね、書き込んでいただけたらということでございますね、はい、はい、ではではということでございまして、はい、はい、ありがとうございました、大王さんでした、そしてね、またまたいただいておりますね、ありがとうございます、はい、この方はね、みおちゃん、りんちゃん、もっちゃん、出演おめでとう、ひではるです。今も出てきたみたいな、はい、いつもお世話になっております、ちなみに今見てますよって、ほら、ね、今大王さんと、ね、一緒にね、はい、ありがとう。構えるんですよ、そしたら5月18日の第23回オタトークフェスタに向けて私は練習してます。頑張れよ、ひである君。はい、昨年のお父さんとでのオタトーク直前に実行委員で出演した時からもう1年が過ぎた、早いもんだよね、ねえ、そうか、皆さんのおかげで楽しい音楽ライフを過ごせています、近日に迫った第23回オタトークフェスも頑張りましょうということで、以上、秀治よりということで、ありがとうございます、頑張りましょう、ありがとうございます、ありがとうございます、もう1ついただいておりますね、おお、ラディオスイートの皆さんこんばんは、ポロンの皆さんウィス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 というと誰でしょうね、ちょっと待ってください。誰でしょうね。誰でしょうねって言ってるのでかなり文章が長いんで、はい、誰かは書いてませんね。はい、でもこのウィッシュってなって空白さんですね。ね、わかるでしょうね、以前にそちらで出演させていただいたミニなんとかというバンドのギターでございます。ミニなんとか。ミニなんとか。ミニなんとか。ミニサイズ。ミニサイズ、そんな感じ、いや、メガサイズじゃなかった、メガサイズ、ミニサイズだったっけ、ミニ、あ、一緒にすればいいんだ、あ、ミニメガサイズギターの方なんだな、はい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 、変わらずお元気になされておりますか、僕は元気です。それはよかったよかった、はい、さて今日は皆さんもご存知と思いますが、僕の誕生日でございます、だって、え、ご存知なの、ご存知なかった。って。まあ次。次をどうぞ。さらっとだね。いやいやいや。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あの見ててくれはるかもわかんない。まあ帰りに多分チョコレート届けられると思いますね。はい。いっぱい余ってるんで。ね、もうちゃんとおめでとうございますと言ったらね、ありがとうございますとこう入ってるからさ。
先を読まれてるわけですね。そうそうそう、年々年を取ることに、年を取るごとに祝ってくれる人も減りましたが、そんなパピプポロンの皆さんにお聞きしたいのですが、今までで一番印象に残った誕生日の思い出を教えてくださいということで、はい、もちゃん誕生日の思い出。ですね、うん、小学生の頃なんですけど、うん、給食の時に、うん、だから一月に一回お誕生日給食というものがあったんですよね。はいはいはい、はい、うんうん、でその時に、うん、僕誕生日1月29日なんですけど、はい、うんうん、その1月29日にちょうどお誕生日の給食だったんですよね、はいはい、でその何て言うんですか、その時に、まあ、ちょうど朝にどっち食べたいみたいな、うんうん、もうそのデザートがあって、はい、お誕生日給食の時はでどっちか選んで、まあその給食をまだかまだかと僕は楽しみにしてたんですよね、うん、で4時間目のチャイムが終わってで給食の準備をして、うん、で給食をこれから食べますって時に、うんうん、そのお誕生日給食なんでやっぱお誕生日祝いましょうみたいな、うん、あるんですよね、うん、その時に、まあ、1月生まれの、まあ、1月例えば3日とか早いもん順から呼ばれていって、その時に多分僕の番が来るっていう時に飛ばされて、その後の僕の誕生日の人が言われたんですよね。で、あれ僕の名前がないってなって、うん、でそのまま、はい、おめでとうございます、いただきましょうっていうのをされてスルーされちゃった、スルーされたんですね。で僕その時はあんまり、まあ、内気な性格やったんで、うんうん、なんかボソボソと友達と今日僕誕生日だったと言いつつ給食を美味しく食べて、友達3人ぐらいに、あ、そうなんや、誕生日おめでとうって言いながら食べた記憶がありますね。なるほど、それが一番印象的です。なんかトラウマになってるからね。はい、みおちゃんはどうなの、誕生日の思い出は。私ですか、うん、そうですね、うん、次行こうか。いや、2つあってもいいです。あ、2つどっち言うか悩んでるみたいな。あ、そういうの。言うね、今日。じゃあ、うん、向かって右側の方言うて。あ、右側ですか。うんうん、いつやろう。ポロンのバンド年してる時に、うん、その日が私の誕生日やって、だか、うん、それからその近い日の練習やったんですけど、うん、で練習が終わってから、うん、なんか急に暗なって、うん、でステージが明るくなって、うん、メンバーの子がケーキ持って、うん、歌いながら出てきてくれたことがあって、うん、あ、すごいサプライズじゃん。それがすごい嬉しかったですね。あ、それっていいね。あったそれっていいね。あの時は、うん、私いろいろあって、うん、結構しんどい時期でもあったんで、うんうんうん、すごい嬉しくて、もう泣きそうに、あ、ありがとうみたいな、泣きそうになった思い出があります、ね、泣いちゃいよそこは。我慢したんです。我慢したんです。泣いちゃいよそこはね。化粧崩れるから我慢したんです。リンちゃん何か。僕はですね、うん、まあ、もうやっぱね、今彼が言ってたように、うん、やっぱ年々ね、こう祝ってもらう機会とかが少なくなって、はいはいね、最近祝ってもらってへんわみたいなことをそのね、ミニメガサイズのメンバーに喋ってたんですよ、うんうん、そしたらね、まあ、その僕の誕生日の日、うん、もう、まあ、祝ってくれる人もいい日し普通に遊びに行こうみたいな感じで、はい、メンバーと遊びに行ってたら、うん、まあ、サプライズでいきなり電気が消えて、あ、これ来たと思って、うん、ケーキ持ってきてくれたんですけど、うん、あの一切れに切ったショートケーキの上に27本ロースが刺さってたんですよ。だから火合体しても燃え盛ってるんですよね。なるほど。あ、それも面白いね。あれはもうすごいインパクトでした、ね。あ、なるほど。写真見たけどなんか火だるまやった。火合体して、誕生日ってのはでもいくつになってもいいもんだよね。はい、まあ、はい、ということで、はい、さっきね、言ってた曲の方をね、はい、紹介してもらって、はい、ね、聞かせてもらいましょう。はい、それでは、紹介したいと思うんですがね、まあ、たまにはね、このアニソンじゃなくて、うん、また僕が別でね、うん、あのオリジナルバンドを一個やってるんですけど、はいはい、今回ちょっとそちらをね、紹介したいなと思いまして、これはね、じゃあなんていうジャンルになるのか。これはですね、まあ、僕から紹介するのもあれなんですけど、メタルコアというですね、ちょっと激しめの曲ですね、特徴のある、はいはいはい、メロディーあり、激しい部分あり、すごい、まあ、完成、あ、自分で言ったらあれだけど、まあ、完成されてると思うんで、聞いてください。はい、じゃあ、アフターライフです。
聴かせてもらってね、銀ちゃんが、はい、ベースを弾いてるね。そうです、なんてバンドだったっけ。これ 5PM プロミスというバンドで、数字の 5PM でプロミス、うんうん、約束っていう5時の約束。そうですね。なるほどなるほど、うん、このバンド活動って結構長い。そうですね、うん、ただ一時もう1年くらい休止してまして、うんうんうん、まだ今年6月ぐらいにね、うん、ちょっと復活しようかなという感じで、ツイッターでまたアカウントもありますんで、うんうん、そちらで告知もしますんで、うん、はい、また確認お願いします。いいねいいね、もう手話な感じでいいな、うん、そうですか、はい、ということでですね、さっきからメールの中にもですね、はい、たくさんの方がですね、ライブの、はい、告知をよろしくという、ね、はい、お話ございましたんで、今週はライブ告知ということでね、はい、はい、誰から誰から行こうかな、誰が行こうかなです。はい、はい、僕行きます。はい、お願いします。銀ちゃんね、はい、あー、はい、まあ、もうライブ告知やっちゃっていいですか。はいはいはい、はいはい、じゃあまずはこちら、オタトークフェスタですね。はい、第23回、はい、第23回ね、はい、5月の18日ね、に、はい、また滋賀ヤスバリハリライブハウスバリハリで開催いたします、うん、はい、オープンがいつも12時半ぐらいだね、1時半ぐらいですか、11時半ぐらい、え、11時、そこまで早くない、1時半1時半ですお昼は過ぎてるのですが、うん、ちょっとわかる、ちょっと iPhone が壊れちゃいまして、ちょっと待ってくださいね、全て見れなくなっちゃいました。はい、オープンが1時、1時、はい、はい、スタートが1時25分から、1時25分となっております。はい、だいたいまたこう9時ぐらいまでね。そうですね、8時半、うん、終了ぐらいですかね、うんうん、で、パピプペポロンの出演が鳥になります。あ、今回鳥、はい、8時ぐらいですね。前回なんか4時ぐらいとかね言ってたよね。そうですね、真ん中に入ったり最後に入ったり、うん、いろんな場所に出てるので、なるほど、今回は鳥になりました。あ、はいはい、頑張っていただきたいですね。はい、チャージの方はどうなん。はい、チケットが前売り2500円の当日2000円で、はい、なるほど、はい、で、学生証を持ってきてもらったら高校生以下は学割もあります。前売りが2000円、当日は2500円、はい、2500円、はいはい、前売りになってます。はい、はい、ん、あ、違う、当日が2500円になってます、反対だ、すいませんですよ、うんうん、で、前売りの方はオタトークフェスタホームページから、うん、予約することができますんで、どしどしご応募ください。はい、という感じ。まあまあ、これが一番のね、今日のお話ということでございますね、ライブ告知ね。はい、はい、そしてまたね、メールをいただいたんですよ。この方はですね、あ、ラジオネーム、ゴーヤの芽が出てきたキコリンさん。キコリン、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます、お久しぶりです。今回は途中からで、ですが拝聴しておりますということで聞いていただいております。ありがとうございます。さてさて、ポロンの皆さんも最近は活動のフィールドを広げ、県外でのライブも増えてきているようですが、岐阜のことだね、県外での活動での良かった点、はい、大変だった点なんかもあると思います、そこら辺はどんなもんでしょうということ。どうだろう、県外でのやったね、さっきほら名古屋言ったね、はい、うんうんうん、そうですね、1回その前にほら東京あったよね、はい、うん、どうだったのその辺、大変だったなとか、まず、うん、いつものバリハリでやるライブよりは緊張しますよね、うんうん、あ、なるほどね、うん、はい、はいはいはい、まずそこですよね、うんうんうん、なんか今までバリハリとかやったらやっぱり常連さんも多いんですけど、はいはいはい、県外やともう初めて会う人ばっかりなんで、うん、結構なんか緊張しすぎてどういう風に持っていたいのかが分からなくなる時があるんですよ。なるほど、なるほど。じゃあ、そのうちにやってるうちにやっぱりお客さんがね、こうすごくこう馴染んできてくれて、ノリが増していくと。そうですね。そのインターバルがね、ちょっと緊張気味だと。そうですね。ね、それもやっぱり慣れてね。多分この2回目名古屋行ったらね、もし大変。いたりとかね、やっぱりそういう風になってもらいたいですね。それとかですね、また合わせてシンガーの良さなんかもあれば教えてください。シンガーの良さってやっぱりファンがね来てくれるいうことかな。そうですね、ね、でシンガーの良さなんかね、うん、僕その県外でちょいちょいポロンでやらせてもらってるんですけど、うんうんうん、シンガーのお客さんは、う
多分一つ飛び抜けて激しいなって思う。確かに。もうこれですね、おたげが。なるほど。でもやっぱりそうやってね、皆さん楽しんでいただくいうことはですね、非常に嬉しいことでございますね。はい。もう一つメールいただけますね。ご苦労様です。ベース担当の方、存在感のある声をお持ちの方ですね。ありがとうございます、ね、出していきます、標準語での今後の活躍が期待されます。よみひとしらじさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でもう一曲もーちゃん持ってきてくれてんだよね。それは、うん、また銀ちゃんの方から紹介。銀さんの方ですね。はい、はいはい、じゃあ紹介してください。はい、先ほどね、聞いてもらった、はい、僕のバンド 5PM プロミスからもう一曲聴いていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ聴、いてください。 Believing Again。はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンター、オルフィスの滋賀県代理店となる
いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823-2233 074823-2233 です。以上スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでございましょうかね。ゴールデンウィークのねちょうど後半に差し掛かる5月の3日の土曜日ね、2本ライブが入っております。まずですね、1本目ですね、第12回救急ライブアットアイトーマーガレットステーション、こちら5月3日の土曜日10時半からのスタートになります。午後1時ぐらいからですね、飛び入りライブになりますので、たくさんの、ね、エントリーがございます。お時間の方は夕方の、4時半ないし5時ぐらいになるんじゃないかなというふうに思っております。皆さんご存知のね、道の駅アイトマーレットステーションの野外の特設ステージ、当日はですね、本当にこう気温の方も26度を超えるんじゃないかという夏日になるということでね、大変いいお天気が予想されます。出演者のね、午前中の出演者はですね、トニー・レイブさん、菅尾さん、姫野茂弘さん、ミュージートクね、飛び入りの方は13時頃からということでございますね。はい、そして、その後になりますけどね、こちら毎月第1土曜日はロッキーライブの日ということでございますのでですね、竜王町の山の上にございます喫茶ロッキーの2階で行われます。夕方の6時スタート、チャージの方が1000円でケーキとドリンクがついてまいります。出演者の予定ですけども、シュウさん、タケさん、マッコさん、ヤドヤンさん、以上4組でお届けするということでですね、ゴールデンウィークのねちょうど中日でございますがですね、非常に楽しんでいただきたいと思います。以上滋賀のライブ情報のコーナーでございました。あっという間のね1時間過ぎようとしてるわけでございますけどですね、はい、はい、パピプペポロンさんがね5月の18日と18日です、ね、第23回オタトークフェスタと、はい、いうことでございまして、安野バリハリさんとねいうことでございますね。オープンが1時と1時です、ね、スタートが1時25分と25分です、パピプペポロンはラストということでね、ラストです行われるわけでございましてですね、はい、予約の前売りが2000円と当 日,、はい、当日は2500円となってるわけでございますね。すそしてほら何5PM プロミス、プロミス、はい、このバンドのね、はい、だいたい、ね、今日はポロンさんのベースされてる銀ちゃんが、はい、まあ、お越しいただいてるんですけども、銀ちゃんがこのバンド、そうです、この 5PM プロミスは、ね、僕その学生時代からの友人と出るバンドで、はい、なるほど、じゃあもう結構長いんだ。そうですね、うんうん、まあ、でも音楽その高校学生からの付き合いはあるんですけど、うんうん、初めてバンド組んだはもう社会人になってからだいぶ経ってからで、あそうかそうか、一緒にやったことないなみたいな感じから始まって、あ、うん、まあ、それから3年ぐらいで、うん、で、また、はい、活動再開、ね、1年ぐらい休止してたんですけど、あ、これやっぱりあのパピプペポロンのね、はい、オタトークをこれもうメインのね、ポロンさんですから、あ、そっちの方にこう力を注いで、はい、ね、これはもっと順調に、ね、こう進んで
言ってるから、はい、あじゃあもう一度ね 5PM プロミスも頑張っちゃうということで6月ぐらいから、ね、6月はい、なるほど、おそらく6月にまだツイッターで告知したいと思いますんで、うん、フォローよろしくお願いします。このバンドさんは何人編成？こちらは、5人編成です。5人編成、はい、楽器はあれ5人ギターギターベースボーカルボーカルドラ6人でした。あ6人6人ボーカルが2人。大所帯が好きなんだね銀ちゃんね。そこ狙ってやってるっていうわけではない。ボーカルは もちろん男性の方で、ね、男性で、はい、うん、結構何あの今までこうシャウトの多いようなイメージのこの音楽なんだけども、はい、結構スローな、ね、あそうですね、もう展開がドカーンと激しいのからさらっと綺麗のみたい なるなる、また激しくなるみたいな、そこの、ね、抑揚を、まあ、楽しんでもらえたら なおいいかな。その辺が売りっていうか、そうですね、そこの誠意と銅の部分が売りですね。はいはいはい、うん、まあぜひですね、またその 5PM プロミスのメンバーさんもですね、はい、このラジオにこう遊びに来ていただいてですね、あぜひよろしくお願いします。ライブ告知なんかね、はい、してもらおうということでございますね。今度さ、23回のオタトフェスタにこう行かれる方の何かこう特典とか、ぜひこれだけはっていうふうな何か用意してるわけ？今回5月18日のまたトークフェスタですが、うんうん、今回も子猫まんまっていう、ね、うん、ちょっと出店を、うん、出店、そうですね、ホットケーキを今回は用意しておりますんで、おお、はい、なるほどなるほど、今度はホットケーキなの、今度はホットケーキで、毎回いろんなバリエーションでね、なるほどなるほど、子猫まんまスタッフさんがね、うん、用意してくれるんですけど、うん、まずはおたトークフェスタ内の子猫まんまっていう、うん、ね、こうまあ知性カフェみたいな感じでやってるんですけど、ああそうかそうか、これは面白いね。これまたね、まあちょっとイベントが長いんで、うんうん、まあ、そうだね、休憩がてらそれを食べて元気出して、またパワーをつけて、そうですね、なるほど、参戦してもらえたらと思います。なるほどね、もうだいたいもう8時間8時間近くあるんだよね。だいたい8時間ぐらいですね。ね、バンド数も10、14、5、3、4ぐらい出るんでしょう、はい、そうですね。でさらに今回は大阪から、うん、ワゴン戦隊アニレンジャーというね、うん、バンドさんがゲストで登場してくれます。はい、そしたらもうめっちゃ迫力のステージなんでね、もうぜひ見に来てほしいなって。毎回結構ほら東京から来られたり大阪から来られたりとかね、やっぱりいろんな方が、はい、でその中にもやっぱり例えば弾き語りの感覚の秀春くんなんかも出ちゃうんでしょ。あ、そうですね、さっき練習したりと言ったけどさ、さらっと弾き語りもしてもらい、うん、ああなるほど、いろんなものは見れるわけだね。はい、いろんなジャンルが見れる、スタイルで見てもらえると思います。ぜひリスナーの方にですね、うん、よろしくお願いしますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日はですねパピペポロンのメンバーからですね、ボーカルのミオさん、ベースのギミジさん、ドラムのもっちゃんと3方お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。来週のねゲストさんの予告はですね、落合つぐみさんという方がね、来られます。また来週お見かかりましょう。さよなら。